今日は股割り素振りのやり方とコツの2本目応用編になります。1本目まだ見てない人、基本編まだ見てない人はよかったらそっちを先に見てください。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか？もう今日は股割り素振りのやり方とコツの2本目応用編になります。1本目まだ見てない人、基本編まだ見てない人はよかったらそっちを先に見てください。今回のこのビデオはもういつもね、股割り素振りやってます、もう上手にできるようになりました、さらにステップアップしたいっていう人のための動画になります。今日もできるだけ分かりやすく説明しますのでぜひ聞いてください。はい、じゃあ早速応用編入っていきたいんだけど、この間やった基本編覚えてますか？ちょっとだけおさらいね。まずは足幅を肩幅よりも広くとって、目線は一点を見つめます。いいですか？そのまま体をフラフラささずに水平に腰を落としていきます。一番落としたところで太ももが床と水平になるような高さまで落とします。いいですか？これをやっていくんだけど、最後一本一本大事に振りましょうっていう話をしました。これはどういうことかというと、最後振り下ろした時にここで止まります。 0.5 秒でもいいです。1秒でもいいから最後しっかり止まる、これが一本一本大事に振ろうということですね。応用編の1番目は、まあ、これレベル1の延長と思ってもらったらいいんだけど、最後時を止める素振りです。最後のここフィニッシュのところで2秒でも3秒でも止まる時間を長くします。じゃあ10本だけ一緒にやってみましょうか。はい、構えて10本だけ一緒に行きます。目線作って、股割り素振り、時を止める股割り素振り、はじめ。1ストップ、目線変えない、はい構えて。2ストップ、目線変えない、構えて。3ストップ、構えて。4ストップ、足効いてますか？目線変えない、構えて。5ストップ、ももに効いてますか？構えて。6構えて、視線変えない。7ストップ、ストップ構えて。8ストップ構えて。9ストップ、目線変えないよ、はい構えて。はい、最後10ストップ、はい構えて。これが時を止める股割り素振りです。これはまだ最初の最初、入り口だからね。じゃあいよいよここからがレベル2の股割り素振りになります。じゃあまず構えてやり方見ておいてくださいね。はい、一番いい構えして、足幅肩幅より広くとって、レベル2はこんな感じです。はい、12 3 4 違い分かりました？違い分かりました？レベル2は実は剣先の速さを変えてるんです。ゆっくり振りかぶってゆっくり下ろして力抜いてるんだけど、最後だけ腰を落としながらピッと速く振ってます。ですか？ゆっくり振り上げてゆっくり振り下ろして、最後速く振ってます。市内の剣先のスピードを変える、これがレベル2の股割りです。剣先のゆっくりなところを振り下ろしもまだゆっくりです。最後を早くですか？最後を早く、ここに差をつけます。そのためには市内の握り方はもう少しだけ確認してください。そして絶対握りを変えずに振りかぶりは45度まででいいです。振りかぶった時に小指薬指絶対緩めないでください。そこから膝を曲げながら腰を落としてゆっくり振り落とすんだけど、最後だけ早く振り下ろします。ポイントはやっぱり最後だけ早く、最後だけ力を入れるってことですね。振りかぶりの最初と振り下ろしの最初は力入れなくていいです。ゆっくりでいいです。市内で振ってる人っていうのはどうしてもこう束が長いので一番下まで行かない人もいるかもしれないです。その場合はもう水平ぐらいでやってるっていう指導の先生もいらっしゃると思うので、その場合は水平までで全然大丈夫です。
それでこのレベル2のまたわり素振りの目的なんですけども、いつもみんなね、先生に何て言われてますか？面を打つときどこを早くてって言われてますか？振りかぶりを早くって言われてますか？違いますよね。振り下ろしを早くって言われてますか？それ言ってるかもしれない。でも一番最後を早くって言われてないですか？一番最後を早く、最後を早く振る練習をするの、あえて早く最後だけ振る練習をするのがまたわりつぶりのレベル2の目的なんです。それではレベル2のまたわりつぶり10本振ってみましょう。いきますよ。はい、姿勢作って、上半身はまっすぐのままね、前かがみにならないよ、お尻突き出さないよ、これはレベル1と同じです。はい、構えて、レベル2のまたわりつぶり始め。ゆっくり振りかぶって、ゆっくり振り下ろして、最後だけ早く構えて、2、構えて、ゆっくり振り上がって、3、目線を変えないです、4、ゆっくり振り上げて、5、難しい言い方をすると、右手は押して、左手は引き手って言います、7、構えて、目線変えないよ、8、9、10。はい、お疲れ様でした。これがレベル2の速さを変えるまたわり素振りになります。それでは次はレベル3のまたわり素振りのやり方をお話します。いやいや、まだあるのかよと、まだあるのかよと、いろんなやり方あります。またわり素振りめっちゃ面白いです。このレベル3のやり方は僕が、素振りライブの中で小学校の、ね、子から教えてもらいました。いつも多分道場で、ね、やってると思うんだけど、めちゃくちゃ効果的だと思います。僕の素振りライブですね、このまたわり素振りのレベル1、レベル2、レベル3、みんなやってます。じゃあできるだけ分かりやすく説明しますので聞いてください。レベル3のまたわり素振りのポイントは、左足の引き付けと1拍子の打ちです。左足の引き付けと1拍子の打ち、これがレベル3のまたわりのポイントです。ちょっとやってみますから見てくださいね。3つのリズムで動きます。 1,2,3 1,2,3 ね。で、一番いい姿勢をとって、そこから1で右足を出して腰を落とします。これ1ね。で、2で立ち上がると同時に左足を引き付けて1拍子の面を打ちます。ここから2、これ1拍子ね。で、3で元の位置に戻ります。いいですか。1で腰を落として、2で左足を引きつけて立ち上がって1拍子の打ち、3で元の位置に戻ります。このレベル3のまたわり素振り、やっぱりコツがありまして、それは1で腰を落として次の2なんですよ。やっぱり2が一番難しいんだけど、その時に立ち上がって1拍子の面を打ちます。そして体もまっすぐって思うと、左足で床をね、やっぱりね、ちょっと蹴らないと無理ですね。左足で床を蹴って前に出ること、これがコツです。ここの左足のかかとで床を、まあ、蹴るっていうより押すだね、押す練習が実際の左足の引き付けにつながってるってことですね。じゃあ早速なんで10本一緒にやってみましょうか。はい、一番いい姿勢とって、いいですか。はい、1で腰落とす、2で立ち上がりながら1拍子の面、左足引き付ける、3で元の位置、2、3、3、3、2、3、4、2、3、5、目線変えない、3、まっすぐ前見たまま、6、2、3、まっすぐ前見たまま、7、2、3、8、2、3、9、2、3、はい、最後10、2、3と。いや、きついですね。きついけど本当にいいまたわり素振りです。いい稽古だと思います。いかがでした。レベル 1,2,3 以上がまたわり素振りのやり方とコツの応用編のビデオになります。僕の動画ではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日も
ご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。他の素振りもやりますね。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。